オレンジ革命、オレンジ革命、オレンジ革命は2004年ウクライナ大統領選挙の結果に対しての抗議運動とそれに関する政治運動などの一連の事件である。選挙結果に対して抗議運動を行った野党支持者がオレンジをシンボルカラーとしてリボン、ユシチェンコニーエスと書かれた旗、マフラーなどオレンジ色のものを使用したことからオンジ革命と呼ばれる。 同時にこの事件はヨーロッパとロシアに挟まれたウクライナが将来的な選択としてヨーロッパ連合の枠組みの中に加わるのか、それともエネルギーで依存しているロシアとの関係を重要視するのという二者択一を迫られた事件でもある。ウクライナは1991年にソビート連邦から独立したがソ連解体後も国会に面するウクライナはロシアに とって、地政学的に重要な地域として捉えられ、カスピ海で産出される石油、天然ガスの欧米に対しての積み出し口として、重要な位置を占めていた。また、ウクライナは国内において、エネルギー資源を産出できなかったため、この分野に関しては、かなりの割合をロシアに意していた。一方、西に目を転じると東欧革命以来、ヨーロッパの広域経済圏を目指す EU。 ヨーロッパ連合とヨーロッパ全域における安全保障体制の確立を目指す NATO、北、大西洋条約機構が東への拡大続けており、特に2004年5月1日にポーランドやスロバキア等級等を8各国が EU に加盟すると、ウクライナは EU と直接国境を接することになった。続いて2007年にはルーマニアとブルガリアも EU 入りを果たし、さらに、 トルコも一貫して加盟を希望している。EU は域内での経済の自由化を推し進める一方で、域外からの経済活動には障壁を設けている。ウクライナでは EU と協定を結んで EU 加盟国と国境を接している西部に EU やアメリカ合衆国、日本の資本を受け入れる一方で、主に中央アジア諸国からの EU への不法侵入者の取り締まりなどを行っている。 その一方で EU 外にあっては陸上、そして国会からの海上ルートすべてを EU と接することで将来的には EU からの締め出しを食らう可能性がないわけでもない。そこでウクライナも EU に加盟するべきであるという議論が生じてくる。この意見に対してはウクライナ西部、中部での支持が強い。ウクライナ南東部はもともと地元の工業が ウクライナ全体の経済を牽引してきたという自負があり、さらに最近のロシア経済の好調もあり、地元のロシアと取引の多い工業地帯では景気が回していた。また南東部にはロシア人の人口が多く、ロシア語が使われていた。そのため EU よりの政権誕生には不安を抱く人が多く、ロシアは当時の南東部系ウクライナ大統領及び、 南東部住民と思惑の一致を口実に南東部へ語入れした。こうした状況の中で2004年の大統領選挙では、ロシアとの関係を重要視する与党代表で首相のビクトル・ヤヌコービチとヨーロッパへの帰属を唱える野党代表で前首相、当時のビクト・ユシチェンコの激しい一騎打ちとなった。2004年11月21日の開票の結果、 大統領選挙におけるヤヌコービチの当選が発表されると、その直後から野党ユシチェンコ大統領候補支持層の基盤であった西部勢力がヤヌコービチ陣営において大統領選挙で不正があったと主張し始め、不正の解明と再選挙を求めて首都キエフを中心にゼネラルストライキ、座り込み、デモンストレーション、大規模な政治集会を行い選挙結果に抗議した。 右上写真は、ユシチェンコ支持者が、キエフで行った集会。この抗議運動は、マスメディアを通じて、世界各国に報道され、大きな関心を呼んだ。特に、ヨーロッパやアメリカでは、野党、ユシチェンコに対して、ロシアでは、与党、ヤヌコービチに対して、肩入れする道がなされた。この報道合戦では、 ナショナリズム的な報道に終始したロシア側に対して一連の大統領選挙が民主的ではないというスタンスを取った欧米側の報道に世界世論がなびいたため徐々にロシア側の行動が規制される結果となった。このことは後のキルギスでの政変事、チューリップ革命にロシア側として積極的な動きができないなどの足かせともなった。 ロシアの支持を受けたヤヌコービチを中心とする与党勢力は選挙結果を既成事実化しようと試みたが野党勢力を支持するヨーロッパ連合及びアメリカ合衆国などの後押しもあり結局野党の提案受け入れて再度投票が行われることとなった再投票の結果2004年12月28日ビクトル・ユシチェンコ大統領が誕生した この運動は同じく現職政権への抗議である、ユーゴスラビアのミロシェヴィッチ大統領に対する抗議運動、その後グルジアで起こったバラ革命、ローズレボリューションに誘発された運動であとされる。また、原因としては、ロシアが南東部よりの当時の政権側にあからさまに、肩入れしたためである、との説明がなされることが多い。だが、その一方で、他国勢力の介入という点では、 ユシチェンコ陣営に対する米国からの介入があったとする見方も存在しており、具体例としては米国の投資家、ジョージ・ソロスの名などが挙げられている。また、この政変で成立したユシチェンコ政権であるが、成立直後から名誉であったはずのティモシェンコとの対立が報じられるなど政権内部の構想が相次いだ。結果、革命を支持した民衆も離反し、 最終的に支持率が一桁に落ち込む。その結果として、2010年のウクライナ大統領選挙では、一度は革命によって大統領になり損なったヤヌコービチが、クライナ大統領に就任するという、皮肉な事態を招くこととなった。2010年9月30日、ウクライナ憲法裁判所は2004年の政治改革法を違憲と判断し、同法によってもたらされた。 憲法改正を無効とする判決を下した。これにより、オレンジ革命は大きく後退することとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。